千葉県香取市に鎮座する香取神宮。古来、鹿島神宮と並び、鹿島、香取の太刀と呼ばれ、武神として尊ばれた。遠く奈良時代には、さきもりたちがこの地において剣技を学び、認知に赴いたことで、鹿島立ちの言葉を生んだと言われる。現在でも下総の国一宮として崇拝されているとともに、武道の神として、鹿島神宮とともに、全国の武道修行者の尊敬を集めている。香取神道流剣術は、ここ香取神宮をその発祥の地とし、室町時代に誕生した。その道統は子孫、飯笹宗家を中心に、現在までこの香取の地に伝えられている。香取神宮奥の宮近くにある流祖飯笹長威斎家直の墓。今を遡ること約600年前の元中4年、長威斎は下総の国飯笹村の豪士の家に生まれた。幼少より武術をよくし、主君千葉氏に仕えて数多くの合戦に参加するも、一度も敗れることはなかったと言われる。その後千葉氏が滅亡、長威斎はこの香取神宮奥の宮近くの梅木山に隠棲する。そうして64歳に至って、香取の宮の祭神普通主狼に千日千夜の大願を起こし、再会目浴、厳しい修行を重ね、梅の古木の上に置いて、ついに香取大神から託戦を受けた。何時後に天下剣客の師とならんと、享保新書一巻を授けられたと伝えられる。ここには長威斎の他に歴代の皇帝ゆかりの剣士たちの墓が並ぶ。静かな木立に囲まれたこの地で、武の心が着々と受け継がれているのだ。敷地内には軍神摩利支天を祀る飯笹宗家の道場がある。現宗家は第20代飯笹首里之助安定氏である。道場は300年以上を経たもので、その柱や床板からは重厚な歴史が感じられる。道場は狭く、3組が稽古をするのがやっとであろう。技が盗まれぬよう小さく作られた窓、明かりがなければ昼なお薄暗い。ここで古の技が連綿と伝えられてきたのである。流祖飯笹長威斎の肖像、彼は当時としては驚異的にも102歳まで長命したと伝えられる。無益な争いを好まず、ある時戦いを挑まれたが、浮くがごとく熊笹の上に座ってみせ、敵に力の及ばざることを悟らせ、無傷でこれを退けたと伝えられる。香取神道流の目録、師範が弟子に送伝する内容を記して代々伝える。内容は膨大で、剣術を表芸としながらも、柔ら、居合、薙刀、棒、槍、果ては築城術、陰陽道までを有する総合武術なのである。戦前から道流を学び受けた大竹利助師範、現在は成田市の新武館で門弟の育成を続けている。600年の間、絶えることなく伝えられた香取神道流とはどのような剣なのか。天真少年香取神道流と申しますのは、武術ではあるけれども、決して
人を切ってはいけない、戦ってはいけない、戦わずして目的を達成するのが本当の勝者であるというその井伊直子は教えております。だから目録の巻当初に初めのページにあるのが、天孫聖伝寸刀流は儒者道の根源なる、男子たる者は平方平らな方を知らずしてあるべからず、刀を抜かず人に勝つこと、寸刀流の根流なると、こう教えております。それでは香取神道流剣術の技を見ていくことにしよう。表の太刀、五つの太刀、七つの太刀、霞の太刀、八花の太刀。演武は師範代京僧重俊、免許荒野昌司。表の太刀は甲冑を着用しての太刀打ちを想定している。やや遠い間合いから切り合い、敵の裏ごて甲冑の隙間などを狙う。激しく打ち合いが続くのは技本来の動きを悟られぬためであり、また実際の切り合いでも息が切れず技が尽きぬように、現代の剣道でいうかかり稽古のような意味もある。続いて太刀の術より、五行の太刀、三つの太刀、四つの太刀、陰の太刀、茶の太刀、乙の太刀。五行の太刀は甲冑を着用しない想定である。切り合いの間が表の太刀より近く、動きも激しい。
香取神道流独特の刀法に巻き打ちがある。これは上段で取れない場合ですね、兜の巻いたてクワガタがあって上段で取れない場合にはこういう遠心力を使っております。真っ向を打ちます。これを巻き打ちと申します。この巻き打ちの打ち方は他の流派では見られないかもしれません。独特の打ち方ですね。表の太刀には秘伝である裏技が隠されている。大竹師範の解説とともに見ていこう。表四箇条のうち五つの太刀、こちらは円の構えです。剣道では八相と言いますね。でこれは巻き打ちと申しまして、遠心力を使っての振り方です。それで出ていって鎧の隔て手を封じて一番弱いところ脇の下ですね、鎧がばっくりあそこくじゃいちゃうんです。日本の甲冑はそこに弱点があるんです。使わせて今度は下がりました。もう一回目を打ちます。体をかわして首を打ちます。ところがこれは隠してるもんなんです。本当はもう稽古は受けてます。それで這い立ての間から桃のついてるわけですね。下段になりました。真っ向を打ちます。体をかわして胴入ります。これは草ずると胴の間が糸ですね、それを切ってるんです。稽古は受けます。今度はこちらから胴を打ちます。体をかわして小手を切ります。小手の内側です、動脈です。スッと刀を引いたらもう心臓を刺したと同じ結果になります。で下からはまた左手の打ち小手を切っています。これは古武道の特徴ですね。打ちました、打ったよという印なんですね。それ下段、逆下段、真っ向打ちます。刺さります。ところが刺さないで振りかぶって面を打ちますね。浮きました。これは転んだ時はただ転ばない、足まで切っちゃうんです。ほんでしてやったるって面を打つと刺さります。だから右足でなく左足で面を打つ、これは刺せないんです。バランス悪くなる。それで立って顔面の当て目を入れて胴と切ります。深々と入ります。引っ張れば切れるんです。刀は物打ちでなくても大丈夫なんです。それで体をかわして固定を打ってます。稽古は受けます。で絡んで首と持っていきます。それを読みながら突きに入りますね。顔面でもどこでも入ります。それでお互いの危ないのでさっと離れて円の構え、首をつねぎます。体を開いて固定をしながら打ち固定、合い突きになるやつを胸で弾いてパワーッと消さなきゃいけない。これが一本目の崩しです。七つの太刀、下からくぐって胴と言いますね。これを2回繰り返すんですよ。これを七つの巻きと申しまして、今度は下がりながら胴、出て固定、これを繰り返して、これはなぜこんな同じようなことをやるかというと、これはやっぱり状況によってはこういう場合もあるんですね。それでコテって打ちます。それを刺してます。受けながら刺してます。歯で受けるんですね。歯で受けると最後はひねる、変わっちゃうんです。それで下からまた切り上げますね。固定、打ち固定切っていきます。でまたあれを打ちます。逆下段刺しますけども、また手裏に上段に振りかぶって面を打ちます。逆円に構えて大きく胴を切る、もう刺されます。だけども刺さないで引いておきます。あれはもう刺してるわけだね。あれを真の構えになります。胴を打ちなさいと、ね、でわざわざ胴を打たせて小手を取ったらいろいろあるんです。だけども切らないで受けるんです。で弾いてまた打つんですけど、勃拳を打ってますね。それは隠してるんです。稽古風景を見られても盗まれないためになってます。でガツンガツン起きてます。
でお互いのまた縁にとって首をつなさい、これ一本目の同じですね、体を開いて固定、相付きを外れて、これが二本目の立ちです。左上段下から固定をって言うんですね、両手を打っちゃうんですね、だけども勃拳を打ってます、これは一本目の解説と同じなんですね、メイクの動画。それで今度は変わっているのは、目を打つやつを腹を切って逃げるんですね、ところが逃げちゃってはしょうがないので受けるんですね、で腹をついてくるのを逃げてよげて、今度はすぐあれを固定を押さえていくとどうにも動きようがないんです、相手は。だけどもそれを隠して太刀を押さえて、どう打ちます、どう打ったらもう刺されるんです、下っ腹で、また刺される。3本目1本だけで10回くらいお腹に穴が開いちゃうんです。八下の立ち、四箇条目、本当はこの青眼の場合の愛青眼の場合の銅は打てないんですね、銅は打てないけども突きが入るんですけども、銅打たないと稽古を続けられないですね、で銅打ってるんです、巻いちゃいます、ぐるっと巻いて下から小手に入ります、受けながら突きに入ります、大きく首を打っていきますね、また両手なくなっちゃうんですね、今度は首に持っていきます、よけて面を打ちます、固定切りました、胴切りました、今度固定切られますけど下から入ります、手に入ります、戻して胴と言います、深くば胴いったやつは固定取られます、もう体かわしてますから、受けて、それで上段、さあ下段、そしたら胴を切って胴と、これは稽古は受けます、ガツンと受けて胴なんですけど、本当はもう胴を切ってます。崩しは現在まで門外不出であったが、正しく技を伝えるためこの度公開したものである。棒を用いた棒術、競り合いの棒、すねひしぎの棒、左右の棒、傘外しの棒、羽鶴瓶の棒、縦波の棒、棒は単に棒を使う技ではなく、戦場で槍を折られた場合、棒として敵に立ち向かうという想定である。型は立ち、棒のどちらかが勝つというものではない。激しい打ち合いの中に、両者とも勝ちを得る技が隠されているのである。
このように総合武術である香取神道流は、剣以外にも様々な武器の術を伝えている。続いて、薙刀の術。5つの薙刀、7つの薙刀、霞の薙刀、八花の薙刀。これは、東流独特の笹隠れ体験の構えから始まる技。二刀を使う両刀。永月の太刀、水月の太刀、磯波の太刀、村雲の太刀。車輪のごとく、小太刀と太刀を次々と繰り出す両刀の妙技に注目された。続いて、極意の小太刀。半月の小太刀、水月の小太刀、青岩の小太刀。このように、極意とされる小太刀の技は、短く、鋭く、相手の懐に飛び込んで勝負を決するのである。それでは、神道流の技のポイントを見てみよう。いかに薙刀に切られぬよう太刀を使うか、ご覧いただきたい。面打ちます。巻き取って袈裟に入りました。それを絡んで、これが端かかるって言うんです。もう相手は動けないんです。それで逃げようとします。逃げようとしても追い詰められちゃいます。でパッと入っちゃうんです。
下からそのまま入ってもいいです。下からそのまま腹へ入っちゃってもいいですね。だからもう相手の薙刀は使えないんです。これは端かかると申します。これは打つ手の右からですけど、今度は左から入りますね。はい、陰の構えで巻き取って草薙刀足打ちます。それもこれも動けないです。もうどうしようもないんです。長物は有利な代わりにこういう風に端かかられたらもう長物は生きられません。これが端かかると申します。これ槍も薙刀も全部棒も長物にかかっては全部この端かかるで勝ちを得ます。木立で太刀に向かう。その時長さの不利を補う使い方である。はい、お互いの正眼の構え、これが正式の正眼の構え。それで三尺二寸の長さの全長三尺二寸、刃渡り二尺三寸くらい、それで間合いですね。それが今度は小太刀になります。小太刀になったのは小太刀は一尺八寸しかないんです。半分です。それで間合い同じなんです。これはなぜかというと片手打つだからです。短い方は片手なんです。だから両手を添えるとぐーっと前が遠くなっちゃうね。だから片手になるとぐーっと伸びるんです。だから短いいいものだと思ってかかるとピシッとやられるんです。これがもう大極意なんですね。片手打ちは五寸の得ある、そういう言葉で残されています。これが間合いの極意技です。最後に居合術の演武を見てみよう。表居合より抜きつけの剣、右剣、左剣、八方剣。低い姿勢は目立たず、相手の目に止まりにくい。実戦の中から生まれた居合である。納刀の時、素早く柄を回して刀の血を振るう独特の血振るいである。立ち合い抜刀術より前後千鳥の立ち、行き合い右千鳥の立ち、逆抜きの立ち。居合術は決まった想定の中で敵を斬るというよりも、実戦の様々な場面で臨機に対応できることを目的としている。
新武館での稽古。現在香取神道流の門弟は国内に限らず、アメリカ、ヨーロッパ、ロシア、南アフリカなど世界各国に広がっている。彼らは神道流を学ぶためだけにわざわざ2週間あるいは1月休暇を取り、はるばるこの道場に足を運ぶ。武道を学びたいという気持ちに国境はない。その伝統に培われた武道の技、そして心が今彼らを引きつけている。軍神マリステンの見守る道場、今日も勃剣を打ち合う凛とした音が響いていた。